こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルヨガ作業、ガンバリームのセンターです。今日は、太ももの前の柔軟性についてお話ししたいと思います。このチャンネルは、グループレッスンではなかなか聞くことのできない細かい体の使い方や、ヨガの少し深い内容についてお伝えしていくお話となっております。太ももの前の筋肉が硬いとですね、ポーズとしては、前が硬いと、こう、後屈のポーズが取りづらくなるというのと、また結構、引き込みづらくなるので、前屈自体も苦手になってきます。まあ、結局は全部のポーズで、やっぱりあまり硬いと取りづらくなってしまうので、まあ、柔らかくなった方がいいということと、健康面においては、まあ膝が痛くなったりとか腰が痛くなったりっていうリスクにもなるし、他との連携が悪くなるので、足に疲れやすくなってしまうっていうのもあるので、ぜひ太ももの前、気にして柔らかくしてあげてください。でまずどのくらい柔らかければいいのかっていうことなんですけど、まず健康上の目安としてはうつ伏せになります。うつ伏せの状態で、持った状態でまずかかと、お尻つくようにして、でこれがここが浮いてこうじゃなくて、しかもここがキュッとちゃんとついた状態のままつけられるようにっていうことをまずは目標にしてあげてください。でこれができたら、両方で持つ。で両方で持っている場合は、このまま膝を浮かす、5センチぐらい浮かすっていうことができてくると、健康上は一生はすぐクリアという考え方で大丈夫です。で柔らかい人なんかは、もう一段階縦膝をついて、これでつければ、かなり健康上はいいかなっていう状態です。じゃあ次に柔らかくする方法ですね。ストレッチをするんですけど、もし持てる人であれば、このまま持った状態ですね。で、このままキープするっていうのが、一番やりやすいストレッチになります。ただなかなかそもそも持てないよっていう人の場合もあるので、そういう人用の練習方法もご紹介します。そういう時にどうすればいいかっていうと、ただ横向きで、持てばいいです。横向きになるだけで随分持ちやすくなってくるので、横向きで持って、太ももの前を伸ばすっていうふうにしてください。で、これが、これでもやっぱり持てないっていう人もいるので、そういう人の場合は、こういう方法があります。体勢としては、こういう状態。つま先で打たせて、かかとを浮かして、膝を曲げます。で、この状態で、壁に向かった状態で、壁があると想定して、ここをグッと押し出すようにします。かかとを押した力で、後ろに押した力でここを押し出すようにすると、この付け根の部分に太ももの前の筋肉がくっついているので、ここの距離がしっかりと伸びてくる状態になってくるので、このままキープをするようにすると、しっかりと太ももの前が刺激が入るようになってくるので、まずはこの辺から練習を始めてみてください。ある程度、伸ばせる人に向けて、おすすめなのが、これはヨガのポーズでもあるんですけど、パリブリッタ・エーカ・パーダラージャ・カポータ・アサナ2というポーズがあります。ひねったハトの方のポーズ、2ですね。どういう入り方をするかというと、三日月のポーズの状態を取ります。そこから、手を横につきます。三日月のポーズの状態から手を横について、膝を曲げて、手を上から通して持ちます。三日月のポーズの状態から膝を曲げて、手前横について膝をついて、こういう状態。三日月のポーズの状態から手を横について曲げて、上から通して持ちます。で、かかと、お尻とか、仙骨もついておいて、この状態で、付け根を落としていくようにして、伸ばしていってください。で、せっかくなんで、ひねった、かかとの、オーのポーズですね、2と、太もも前のストレッチ、ヨガとストレッチの違いについて、ちょっと意識してみればいいと思います。で、それは、このひねった、ハトのポーズ2の、取りやすくするようなヒントにもなっています。これ自体は結構ヨガのポーズとして捉えてなくても、太ももの前のストレッチ方法として結構いろんなエクササイズの場面でも出てくるので、
それはそれで面白いなと思うんですけど、これがこう苦手な人ってこう太ももまで伸ばそうとして大体こうやってこう持てませんっていうケースが多いです。でこれって太ももの前のこう柔軟性だけにこう意識がいってるので、起こるんですけど、この時に、ストレッチとヨガの違いといえば、ストレッチっていうのはこうある特定の部位を伸ばす、まあ、太ももの前を伸ばすなんですけど、ヨガっていうのは全身でまとまった、感覚を作るためのものです。でこの時に太ももの前が硬くて持てないんじゃなくて、発想としてはこれですね、実は体幹の動きが入ってきます。こういう動き、側屈、こっちへの側屈が入ると、この分だけ大体できない人ってこう突っ込んだままこうなんですけど、本当は側屈の動きがこう入ってきます。側屈の動きが入る分だけ近づいてくるんで、こう持てるようになってきます。でこの全身でこう、これもこうただ引っ張るだけじゃなくて、実はこう押した力で、こっちを押した力の反動でこう押したりとか、右足で押した力でこう状態をこっちに持っていったりとか、左手で押した力で全身がとにかく関連し合ってる状態を作っています。で一つのまとまった落ち着いた感じを作って、ただこれをこうグーッと伸ばせばいいわけじゃなくて、あくまでこの状態が心地よくキープできるっていうのが大切になってくるので、これは太ももの前のストレッチとだけ捉えられなくて、もちろんそれがメインで伸びるものではあるんですけど、ヨガのポーズとして捉えて全身をこう気持ちよく使って、ここからこういろんな発展っていうのを考えてやれると面白いかなと考えてます。なのでこのポーズが苦手な人は、シンプルな経験法としては、手の下、土台の手の下に何かこうブロックとかを置いて、高さを出してあげると互い分だけこう届きやすくなるので持ちやすくなります。なのでこれは軽減法ですね。軽減法としてこういう動きをしてみると、下にと、伸びた感覚というのが作りやすくなってきます。でまあそれでもこれでもこう持てない場合なんかは、この下に、高さを出すというので、結構やりやすい方法としては、持てなくてもいいので壁にこう足を使ったりとか、まあ下台使ってみて少し高さを出して、それでこうずっと自分はこうこういう状態ですね。持てなくてもいいんです。この動きを出して全身を連携させてあげると、ここがよくこう伸びてくるので動きやすくなってきます。でこういう側屈なんかは結構曲がった状態だとしづらいので、自分で練習の時だったら最初この状態ですね。この状態でこう反対を、まあ、トカゲのポーズみたいですね。トカゲのポーズみたいでこう横を向くような動きをすると、もっと楽な状態でグッと側屈する感覚が作れるようになってきます。でそうしてこうこの動きですね、この動きが、意識できるようになってくると、この時にこの動きがしやすくなってきます。足の形は違うけど、こういう形でこう鼠径部が伸びてくると、ここが沈むっていう余裕が出てくるので、まあ、ハトのポーズ、こうなった時なんかでも今度はまあ向きは逆になります。向きは逆になるけど、この状態の時にこっちを側屈してこう手でこうやってこうなってる人なんかは、ひねったハトのの2のポーズの時に側屈の感覚が分かっているので、手だけ持ってくんじゃなくて、ここの側屈ですね、側屈の感覚っていうのが胴体を使うのがこう意識できるので、こっちができるようになってきます。でそうすると窮屈な中とかこう体を支えた状態でこう側屈ができるようになってくるので、これの状態でもここで側屈をする、すると腕が通るので、このハトの方のポーズですね、もう取った時なんかでも、このポーズと、このポーズよりは、まだ、こっちのポーズっていうのはやりやすいです。で、これも、さっきみたいに、ここで持ってたところ、だんだん持てるんだったら、こうして、この状態で、側屈なんかを入れると、こう、似たの形のポーズがいろんな関連が出てくるので、ただ、ここのことだけに注目、太ももの前だけに注目してたら、太ももの前を伸ばすための、ひねった後のポーズになっちゃうんですけど、全体のことを意識すると、これとこれは似てるなとか、これはあの時の要素になってるなみたいなのが繋がってくるので、もちろんここを伸ばすものとして捉えるのは全然いいし、それのための方法でもあるんですけど、せっかくヨガの練習をしている場合で、ちょっとその辺の繋がりが必ずどっかと繋がっているっていうのが楽しいので、
ぜひその辺をこうなんか意識しながら練習していただければ楽しいかなと思っております。まあ、なかなか自分では、発見しづらい部分でもあるかなと思うので、最初もしわからなければぜひスタジオまでお越しください。マンツーマンレッスンなんで、その人の状態に合わせては丁寧に説明させていただいております。それでは、皆さんの日が心地よく力強いものとなりますように、また次回もですね、お会いしましょう。